今目黒の駅で凍えてます。残り目黒のスタンプ押したんで残り何駅だ。次は恵比寿か。うまい。次恵比寿です。うめえ。スタンプ押せない、困ったら。恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿、あとここ。ふわけんさん、ありがとうございます。ふわけんさんからいただいたエビせんです。うめえ。ゴール見えてきた。バナナまだ食べてないですね。まだです。うめえ。うめえ。ありがてえ。ふわけんさんありがとう。マジで来れなかったらマジでやばい。体に染み渡るわ。今目黒っす。抽選プレゼントありがとう。ありがとう。うめえ。マジでうめえ。ああ。ありがとうございます。マジでうまい。本当にうまいですよ。肉まんとかも、さっきも多かったし、お菓子とかジュースで本当に助かってます。もう体が悲鳴上げてて味覚が超鋭敏なんですよ。うん、まっ。遭難した時にチョコレートとかキャラメルで命助かるのがよくわかる。で、ちょっと最大の山場が次の駅だから、体力的にね。ふわけんさんの刺身で、スニッカーズ必須だと思う。ふわけんさんの差し入れで、ちょっとこれは俺大好きだっていうのあったんで、ちょっと切り札使おうと思います。切り札はこれです。ブラックサンダー。これですよ。ありがとうございます。これ切り札。センズです、センズ。うん、めえ。やっば。
神。このチョイス神。甘っ。神チョイスね、これ。ブラックサンダーうめえ。明太子。ここでおにぎりいきます。ブラックサンダー大好き。冷凍庫の中に常に入ってるブラックサンダーは。ここでおにぎり。日本人の心を忘れないおにぎり。ドーピングを行うからドーピング。これ飲まず食わずだったらほんと死んでたな。マジで明太子おにぎりです。塩分もいただきます。いやマジでありがてえ。こんなにきついと思わなかったわ。やっぱみんなきつそうにやってんの、この企画。みんなきつそうにやってる感じなの。うめえ。ありがとうございます。ふわけんさんマジで助かりました。本当ありがとうございます。マジでうまいっす。めちゃめちゃうまいよ。目つぶってご飯食べたらいつ以来だろう。目つぶってご飯食べたらほんといつ以来だよ。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ります。しみる。ああ飯うめえ。よし、行こう。タバコ吸いたいけど、目黒ってタバコ吸える場所あんのかな。バナナは家で食おう。家で食うか代々木あたりで食おう。何があるか分かんないもん。ハートプレゼントありがとう。汗一滴もかいてないよ。こんな寒いのに汗出ないよ。ああ筋肉硬え。ちょっと待って、筋肉が動かねえわ。ちょっとやっぱもうちょい休憩、もうちょい休憩。ガチ太ももなんだよね。ふくらはぎじゃないんだよね多分ね。スクワットでねでかくなりすぎたんだよ。
座ってでかくなりすぎたんだよね。そうなんだよ、寒いんだよね、体力奪われんだよ。もうあと5駅だからラストスパートだよね。距離で言ったらどれくらいなんだろう、あと5キロぐらい。どれくらいかな、距離的に言ったら。どれくらいなんだろう。5キロよりはあるか。歩き切るってさ、アスリートだよ。ちゃんと運動してるやつだよ、ただ。ウォーキングちゃんとやってるやつだよね。ありがとうね、ノンパ。朝ごはん、また変わるから。朝ごはん、もう何食ってもうめえから。ノンパのごはん美味しいんだよな。一生懸命作ってるのが伝わるんだよね。トンタンのだし巻き卵超面白かったんだよな。トンタンのだし巻き卵にさ、海苔巻くときってさ、普通渦になるじゃん、断面図見ると。ノンタンのだし巻き卵超面白くて、一番下に海苔が1枚だけ入ってて、何これと思って、多分途中で気づいたんだろうね。最後に巻く段階でさ、あ、海苔入れんの忘れてたっつって、最後のところにだけやったから、海苔がさ、断面図見たら海苔が一番下にペロンってないわ、飲んだ。20駅分ぐらいあったんだ。行くよ。いけるいける。帰りたい。帰りたい、マジで。ああ、きついよ。寒いし。ああ、恵比寿はどっちだ。恵比寿はどっちだ。お疲れっす。いや、
悪いけどね、新宿にノンタンに迎えに来てもらう。これもう無理。駅、家に歩くの、帰って歩くのが無理だもん。まず、そもそもが。修行だよね。何事かもわからんわ。あの、線路が左側。線路が左側。いや、何日もかからないと思う。明け方には絶対着く。これどっちだ。これどっちだろうな。線路は右になる方の大通りに出て、線路が右、線路が右ね。分かった。ありがとう、バブリンチョ。軽量。線路が右？線路が右だよね。外周に行くんだ。なるほど。こんなにきついと思うかよ。こんなにきついと思うか。書いとけよ、ブログに。バカが。やるなって書いとけよ。何時間で回れるとか、そんな情報いらねえんだよ。絶対やるなよって書いとけ、バカが。言ってんだよ。こんなもん普通のやつが回れるわけねえだろうが、バカかよ。ちゃんと書いとけ。普段ウォーキングやってるやつで、どれくらいの運動神経があって、どれくらい前にスポーツやってるやつが12時間で。12時間で回れるわけねえだろ、バカが。いや、みどりさんなんだかんだ走り込んだりしてっかんな。ニートには無理って、リサーチ確定？一旦確定？12時、リスワン確定かな？確定かな？リスワン確定！ありがとうございます。ぶっちぎりですね。そりゃそうだろう。はぁ、ありがたい。ありがとう。1万円ゲット。1万円ゲット。ありがとうございます。毎月取るっていう約束。これで2つの約束のうち実は1個の約束守ったからね。先月の末に言ったでしょ。10日以内に必ず取るって。難しいけど、トップ上位に入るって。10日以内に。だから今日この企画を選んだんだよ。そう。だから今日この企画選んだの。10日以内に取るために。全部計算して、年末から計算して、カレンダー見て、どのタイミングでどれで全部計算してるから。ただこんなきついとは思わなかったけどね。ありがとうみんな。頑張ってたらね、みんな応援してくれるんだよ。花火くださいとかくだらねえこと言うなよ。花火くださいの前に体張って1万円取り行け、自分で。ただでも応援してくれんだから。どうやったら花火もらえるんですかとかくだらねえなまだし、よく見たろ。これが配信だよ。まずそっからだよ、花火は。なあ、みんな。
面白いことやったらアイテムだって支援だってコメントだって閲覧だって全部もらえるんだから。一番最初のリスワンは金梅さんとか光くんとか新野鳥とか里美さんとかミキティとかね、いろんな人にね助けてもらって、リアルライフさんとかいろんな人の力で、浅井さんとかね、いろんな人の力で取れたけど、2回目からはねピンでこだわって3期連続取ったぞ。3期連続そうだよ、リスナーさんは答えてくれるんだよ、頑張った分だけ。うん、風呂温まって、温まってください。こうやってずっと寝ないでナビゲーションしてくれる人もいるし、ふさんありがとう、バカありがとう。いや、これどの世界でもそうだと思うよ、配信に限らず。結果求めてんならやることやりなよってみんな言うでしょ。どの世界でも同じだと思うよ。毎月撮るよ、もちろん。トゥース、まさかのカスがね、ヒゲ伸びたかな。うん、ヒゲ伸びるっしょ。でもちょっと3000台でのリスワンはちょっとないな。正直今日は5000の動きしたかったもん。まだまだだな。前回が6000いくかいかないかでしょ。それくらいキープしてたのに。ピシンも繋がられてますよ。うん。僕、外配信 PC 派なんですよ。画質綺麗でしょ、その分。ありがとう、ひろきさん。多分ね、風邪ひきます。もうね、風邪はひくし、膝はぶっ壊れてるし、もうね、いろいろ手遅れなんだ。いや、マジでやめとけよかった。ちょっと。ただ歩くより、しかもね、もっといろんなところ、バカなところいっぱいあって、革ジャンに T シャツなんですよ、中身。めちゃめちゃ寒いんですよ、朝から。革ジャン着たことある人ならわかるけど、保温性ってないんですよ。全然暖かくないんですよ、革ジャンって。インナーにパーカーとか着ないとダメなんですよ。インナーにふかふかしたの着るとめっちゃ暖かいんですね。外に空気は逃げないんだけど、温める効果はないんですよ、革ジャンって。だからめちゃめちゃ寒いっていうのと、あと一番の失敗、革靴。革靴で歩いてるんですよ。いろいろやばいんですよ。ね、パソコンはね、そんなに障害ではない。パソコン用のグリップないっすね。もう、持つのは慣れてますよ。革ジャンそうなんですよ。冷たくなるんですよ。曲がらないといけない。途中、線路側に曲がらないといけない。交差点を間違えないように。OK です。どこで寝るんだ？あ、さすがに家に帰ります。今日は。来た時冷たい。そう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 。こんな歩くと思わなかったな。前の交差点でお願いします。了解です、みゆみゆさん。
それを右に行けばいいのかな。飛脚ってすげえな。いやー金ないんですよ今。1円14円とかかな。もういい、金の問題じゃないから、もう男とか女とかわかんないですけど、恵比寿南第一公園という交差点の次の信号を右。 OK、 恵比寿南公園前っていう交差点の次の信号を右。うわ、月綺麗だな今日。黄金だよ、月が。風俗行かないですもん、僕。綺麗だな月が。曲がるところで言うと次の次。オッケー。渋谷まで行ったら勝ちだかんな。こんなに遠いとは思わなかったな。普通ならリタイアしますよ。もうリタイアずっとしたいっすもん。ぶっちゃけ言おうか。今日ね、もう大久保に行った時点でリタイアしたかったもん俺。マジで。あ、無理だって分かったもん、大久保に行った時点で。新大久保の一駅目でもう無理なの分かってたから。ただここまでとは思ったら100倍ぐらいきつい。なんか、ここまで足痛くなるとは思わなかった。マジでバイオハザードのさ、死にかけの時の歩き方だからね。ダメージ多いすぎてハーブが必要な歩き方だもん今。負けず嫌い配信だけね。配信以外はほんとズボラよ。配信だけね。だって応援してくれる人がいるのに申し訳ね、なくね。応援してくれる人がいてさ、諦めたら申し訳ないじゃん。だって、嫌じゃん。諦めるやつ応援する気にならないでしょ。なんか次応援したくなくなるじゃん。だからいっぱいそういうことあったから、配信で。もう嫌なんだよね。だからできることはやりたいよね。努力で解決できる部分は、努力で解決していきたいよね。無理なことってあるじゃん。自分の実力が備わってないとできないこともあるけど、努力とか根性でカバーできる部分はカバーしていかないと先ねえよ。ただでさえさ、面白いことできるわけじゃないんだから、うん、あ、ネルさんディスった。股が擦れて痛いからって言って帰ったネルさんをディスりましたね、今。昔それくらい歩いた後、24時間ぐらいずっと寝た。寝るよなぁ。てか風呂に入って、ご飯食って風呂に入って爆睡だね、今日は。まあ、明日放送しないかもしんね。いいよなぁ、リスマン取ったしさ。年始一発目の企画にしてはなぁ、なかなかいいよなぁ。わかるでしょ。うん、ちなみにネルさん何駅ぐらいやったの？ネルさんどれくらい歩いたの？ぶっちゃけた話ね、半分ぐらいまではね、きつくないよ。半分から先は急激にね、辛くなる。半分まではぶっちゃけ余裕で誰でもできる。超爆睡できるよ。だってご飯がうまいんだもん。何食ってもとろけ、俺さ、マジでさ、秋葉原で飲んだ、あれなんだっけ、ベンティのバナナのフラペチーノ、マジ、
超やばかったかんで、ね、脳がね、なんかドーパミンとかいろんなもんがカーって出た。ここだ、ここだ多分。ここだ。俺恵比寿わかるから。俺そこがあれだよ。ウィスティンだから下から行けばいいのか。下から行こう。合ってる合ってる多分。ここで合ってるか。下かな上かな。どっちだったっけ恵比寿。下からじゃないか上か。上から行くわ。ああ。一周ね、35キロってネットには書いてあるけど、間違いなく言えるのは、俺今日55キロは絶対歩いてる。40キロ以上確実に歩いてる。そんな壊れ方してないもん。30キロぐらいだったら全然歩けるもん。俺成田で歩いてたもん。これは、高低差とか、階段の上り下りとか全部含めたら、万歩計で測ったら絶対55キロは行ってる。知識、知識が、なんか本で読んだみたいな風に言われるのは結構腹立つことあるけどね。結構その、経験を語ってるつもりなんだけど、なんか結構馬鹿にされるんだよね。あ、間違えた、下だ。スタヤがあるから。あ、間違えたな、下だな。いや、9年履いてる靴ですね。新しい靴じゃないですよ。9年間履いてる靴ですよ。ああ、東京タワー何回見たんだろう、今日。綺麗だな。東京タワーの方がかっこいいよな。スカイツリーより。リーガルももうボロボロだよ。東京タワーちょっと映んねえわ。悪いな。東京タワーの赤い光が好きだわ。俺ポーカーフェイスじゃないよ。ただアスペナだけだよ。アスペルガーフェイスだから。アスペルガーフェイス。感情が顔に乗らないっていう。ああ、もう12時か。メロン、もう寝な。ああ。ガーデンプレイス懐かしいな。いや、無言に、いや、助かってるよ、だいぶコメントで。気が紛れるから、喋ってると。喋ってないと痛みがすごいんだよね。ガーデンプレイスの方行っちゃったけど、やっぱ下通るんだよね。ガーデンプレイスの方来ちゃったね。間違えちゃったかな。いいよ。でも、恵比寿はわかるから。駅まで行ける。これあれだな。恵比寿でスタンプ最後だな。申し訳ないけど。恵比寿でスタンプ最後です。こっからは忍耐です。渋谷駅って何時までやってんのかな。渋谷駅まで間に合わねえよな、多分。この企画はみんな後半無言だったからほんとすごい。いや、なんかね、喋ってた方が楽ですね、僕は。次回5万でやりますか？っていうかね、もう一生やらない。あのね、ぶっちゃけの話ね、1000万やるからって言われても断るね。本気で。いや、1000万はやるだろうって言いそうでしょ？やらない。1000万で、なんでかっていうと、1回目だったらやるって言うと思うの。2回目はね、だるい。だってこのだるさを知っててやるのって余計辛いもん。知っててやるのは違うぜ、だるさを。
わかるかな。いやー辛いっすね。ゆらさんいらっしゃい。ゆなりなランちゃん激推し。すごいね。1000万ならやるでしょ、フル装備でって言うでしょ。俺はマジで断るタイプ。そこではね、本気でマジで1000万でやらないって口説きに来ても多分本気で断るよ。足1位出てますよ。出てますよ。何言ってんすか。出るに決まってるじゃないですか。出てますよ。そんなね、違うんだよ。もう足とかじゃなくて、なんかね、関節がカッカッチカチで痛いんだよ。だからマジで、ちょっと見る？俺がどんな歩き方してんのか、どれくらいの速度で。ちょっとだけ見せようか。どれくらいのスピードで歩いてるか見せてやるよ。ちょっとだけだよ。あー、かがむのいった。ちょっと見ててよ。どれくらいのスピードか見せてやるから。これが全力疾走。これが全力を俺の今の。このスピードで歩いてんの。バイオハザードでしょ。前半飛ばすぎたっていうかね、靴を間違えただね。うん。わかるでしょ？バイオハザードのライフゲージが少ない時っていうの。すげえな。誰もいないガーデンプレイスとか初めて来たな。そうそう、ゾンビ状態なのよ。痛いの、とにかく。左足が。箱根駅伝、あー気持ちわかるかもしんない。いや、もっと彼らの方がすごいだろうけど、もっと彼らの方がきついことやってるけど、なんつーの、あ、やべ、電源落ちたかと思った。引くわ。ではこれ、そうだね、箱根だったらコーチが止めるレベルだろうね、もうほんと。選手生命縮まって言ってるよ。あーあ、きつい。下り階段が、違う、下り階段きついんだって、もう階段、上りも下りももう嫌なんだよ。だましだまし。歩いてんのはもう引きずってる感じだよね。すり足みたいな。きっつい。すげえな、バカラのグラスかな。展示されてるよ。いいよな、エビス。仕事やってた時はさ、ここでさ、社長たちとさ、夢語り合ってるだけで金稼げてんの。ほら、バカラのグラス。シャンデリア？バカラのグラスじゃないか。シャンデリアか。はあ、これ結構前からあるよね。あ、クリスマスの時に飾ってたのかな。あ、恋人が愛を誓い合ってる。ごめんなさい、叫んじゃって。これバカラだよね、多分。確かこれバカラだよね。そうなのかな。バカラのサンデリアじゃなかったっけ。車椅子にはならないと思うけど、下手したら股関節やられてる可能性ある。合ってるよね、バカラのサンデリアだよね、あれ。でも配信的にはマリオカートが一番興奮したかもしんね。マリオカートで爆走してた外人どもが、一人だけマリオと全く違う格好してたやついたけど、戦闘のやつ。徳次郎さんいらっしゃい。わざつ帰りも歩きで帰るんですか。いや、駅まで彼女に迎えに来てもらいます。もう多分ね、新宿駅から自宅まで
どれくらいかかるだろうな。50分くらいかかると思う。このペースだと。下手したらね、1時間20分くらいかかるかもしれない。だって1駅何分かかってる？これ、ちょっと待って、42分かかってんの？1駅42分であと5駅。マジかよ。大丈夫か？これ何時になんだ帰んの？あと、恵比寿、渋谷、原宿、代々木、新宿。やっば。あと2時間半かかんな。このペースで行ったら。でもペース遅くなってから多分3時間後って見た方がいいかな。2、3時間かかりますね。こっから。もうちょうども怒らない？いや、怒らないとか怒るとかじゃないんだよ。呆れると思うよ、俺。俺だったら呆れるもん。うん。俺だったら呆れるもん。まあ、怒らないとは思うけど、呆れるとは思うよ。認められないと思う。うん。それは怒らないと思うよ。もう頑張ったようで。でもね、あれだよ。これほんとに真理だと思うけど、人間って諦めるところなんか見たくないんだよ。うん。諦めんのだって誰でもできんだもん。でしょ？諦めんの見たくないでしょ？いつだって、ねえ、誰だって諦めることできんだから。狂ってるのが見たいんでしょ？多分。リスナーさんは。あと5駅、きついよ。きついよ。いや、もういいよっていうかね、もういいよのタイミングはもうとっくに過ぎてるからね。こんなボロボロになってこんなところでやめるんだったら死んだ方がマシだよ、ほんと。いや、喋るよ。喋りたくて俺配信やってんだから。うわ、神だわ。そうだ、恵比寿にはこれがあるんだ。うわ、神ってるわ。運命の力。やったぜ。もう凋落できる。ありがてえ。ありがてえ。マジでありがてえ。これはありがたい。出たよ。嘘だろ。なんでだよ。バカにしてんのかよ。ほんとよ。バカにしてんだろ、これ。これ腹立つわ。これ腹立つわ。笑うわ、こんな。持ってるな。配信の神様がちょっとしたプレゼントくれたな。まあね、時間が時間だからしょうがないよな。終電だし。わかる。ちょっとだけでいいから楽したかったんだよ。もうね、このちょっとの楽が命取りだからね。電源が手に入れたいよ、もう。できることなら。
そうだよ。できることならオンにしたいよね。いや逆じゃない、あれ逆だったっけな、多分こっちで帰ってた気がするから、昔だったらこっちで合ってる。地下道歩けばよかったな。多少あったかいっすね。多少ね、風がない分あったかいっすよ。ホームレスはね、雨風をしのぐって言うけど、雨と風は命取りになるからね。今日のご飯なんだろうな、のんたん何作ってくれたんだろう。のんたんなんだろうな、晩ご飯。塩っ気と、塩っ気が欲しいな。ミネラルが。言わないで分かってるから。ちょっとだけでもこのあったかい状態にした。渋谷、原宿、代々木、新宿。渋谷、原宿、代々木、新宿。充電は切れるかな。あ、これのんたんに助けてもらわないとダメかもしんねえな。のんたん見てる？見てたら教えて。のんたん、のんたん見てる？のんたん寝たかな。何キロぐらいなんすかね、わかんないっすね。のんたんさ、このパソコンの充電が多分あと30分で落ちるんですよ。で、携帯電話で1時間配信できるから、あと1時間半で落ちるのね。あ、でも原宿に来てもらう、原宿？なんか申し訳ねえな。原宿に来てもらったりってできますか？1時間半後に原宿？うん、ちょっといや、強制的にスマホになる。もう充電器出るから。この、ごめんね、1時間半後に原宿。夜中の2時間、バカだな、これ、ほんと。バカだな。のんたんさ、リップクリームとパーカー持ってきて、家にいたら。あの、ザックダニエルのパーカー着ないとダメだわ。ザックダニエルのパーカーとリップクリームと、もういいや、なんか靴はこのままで行きたいな、逆に。なんか逆にスニーカーとかにしたらぐねりそうじゃない？慣れてないから。靴はこのまま行こうかな。いや、もうリップクリーム唇ガッサガサなんだけど、ほら。どうだろうね。スタンプはね、まあしょうがないよね。僕働いてますよ。3連休って今言ったばっかりだけど、僕働いてますよ。
あれどこだっけな。いやスタンプ諦めよう。スタンプ諦めよう。3日以上症ですわ。いやでもオフィスワークだから大丈夫だよ。うん、スタンプもないから楽になる。うん、いやほら配信は好きなことだから頑張るとかじゃないから。エレベーターないの。あいいや、めんどくさい。お前と議論する気ないから空気読めよ。すいません、駅スタンプってありますか。駅スタンプはもうこの時間はやってないです。やってない。見た人もなかったので。ああそうなんですか。すいません。はい、どうもです。やってないって。桃井香織の行きつけのワインバーがこの辺にあるのか。マジか。恵比寿。もうこっからは歩くわ、ひたすら。こっからは歩くわ。いや、スタンプでもせっかくだったから欲しかったけどな。悔しいな。
そうだね。スタンプは5ずつ。時間だったら、今日は、体動かないよ、絶対。悔しいね。ちょっとタバコ吸うわ。休憩します、エビスで。今足見たら大変なことになってると思う。今足見ない方がいいと思う。指2本ぐらいしかないんじゃないかな、多分感覚的にはね。3本残ってればいい方だと思うよ。よりもね、膝の関節が気になるね。筋肉痛はもう諦めてる。もうね、カチカチなの。今の時点でカチカチで断裂してるから。次は渋谷か。
ごめん、今のうち言っといていい？スクワット無理だわ。スクワット20回無理でしょ、これ。しゃがめないんだもんだって。ああ、これスクワット無理だわ、ごめん。今日やめとく。マジでイカれる。20回後日やるわ。こんなんでスクワットなんかできない。膝がね、ボンって言うと思う。無理無理。スクワットは無理だわ。20回後日やるわ。ごめん、ほんと。これね、やりたいけど、無理。3度ぐらいですかね。誰か検索してくんね。今何度あんの、東京。スカート後日で申し訳ないです、本当に。本当に申し訳ない。無理だわ。かがめないんだもん。かがむたんびになんか、激痛走るから。分かった。ゴールの花火は全部やる。いや、いい。今日花火いらない。後日にした、ほんと。今日は無理。エビ3度。何やってんだよ、ほんとに。バカなんじゃねえの。3度。恵比寿こんなに人いんのか、この時間帯で。すげえな。花火200発も来ねえから。あ、ごめんなさい。この歩き方で1時間飲めるように見えんのか。なんだなんだなんだ、喧嘩か。あ、酔っ払ってるように見えんのか。あー、飲んでて千鳥足に見えんのな。そういうことか。違うわ。あ、土曜の夜か、今日。14円しか持ってねえけど。14円とアクエリアスとうまい棒とバナナしか持ってねえから。遠足じゃねえんだから。いや、全然喋れるよ。てか喋ってないと痛みがね、もう頭おかしくなるぐらいの激痛が毎歩毎歩来るから、喋ってた方が気が楽だわ。渡れるかな。今更だけど他の部位つねったりするとちょっと楽になる。つねる握力がない。
なんか足足って言ってるけど、よくよく考えて今日6度から3度なの気温で、ずーっと T シャツと革ジャンとジーパンで歩いてるの。あのね足が深刻なダメージを受けてるけどね、他も結構深刻なダメージを受けてんだよ。それが気にならないぐらい痛いんだよ。そうだからね、もう握力もないんだよ実は。鼻と耳もずっとかじかんでるし、鼻水ずっと止まんなくて、もう唇と鼻ガッサガサに切れてるし、この企画が終わって数日和道さんの配信ない方がきついから寝配信だね、もう和道いいんだね、添い寝配信やろ。眠れない子たちおいで、朝から昼までやってよ和道院。耳痛いよ顔ね。でもノンタンがマーメイドスタイル、ロハコスタイルね、伝説は。仕事に支障出ますね。出ます。あのね、もう大丈夫なのとか、帰った方がいいよとか、全部正解。うん。何の反論もする気がない。言っても無駄。仕事に支障は出る。帰った方がいい。大丈夫じゃない。全部分かってやってるから。俺が一番分かってるから。痛くないの？痛い。もう聞かなくていいから、それ。見たら分かるでしょ。痛いよ。大丈夫じゃないよ。仕事に支障出るよ。寒いよ。何やってんのか分かんないよ。聞くな。全部俺が一番感じてることだから。ド M です。お家に帰ろう。ホットコーヒー飲みましょう。所持金14円。飲みたいよ俺だって。いやもう感動ないって。だからさっきも言ったけど感動ない。本当に安心感しかないんだって。多分ね、あの涙ブワーみたいなのを想像してるでしょみんな。やったよみたいな、それね、余力があるんだよ。違う、なんかね、戦場から帰ってきた感じの、戦場に一人でなんか取り残されて3日間ゲリラ戦をやって、でヘリコプターで仲間が迎えに来た時泣かないでしょ。もうとりあえずバタンって寝るでしょ。そういう感覚に近いと思う。最初から見てるから最後まで付き合う。マジで最初から見てる人何人いる？最初から見てる人手挙げて。今日の9時の配信から見てる人。すげえな。リスナーもリスナーだよね。クレイジーだよ、クレイジー。結構いるな。マジか。好きだね、本当に。嘘つきもいっぱいいそうだけどな。14時くらいからか。でもそれでも結構ずっと見てるよね。物好きだね。ちゃんまん見てる？ちゃんまん。ちゃんまんが帰ってこないと、若手がこんな辛い思いしてんだよ。早く帰ってきてよ、ちゃんまん。あなたがいないせいで、若手がしんどいんだって。早く帰ってきてね、ちゃんまん。ごめん、途中から、とか言って。おい！もう着払いで帰ろう。タクシーいいよ。だってあと何駅よ。あと4駅だよ。ここまで頑張ってさ、途中から全然いいよ。ちゃんまん見てるよ。おい、ワードよ。
バカだね。お前よ。お前、29匹バカだよな。あとはよ、おい、のけるけ、つってる。今見てるよ。今見てるよ。今更もう帰るタイミングじゃないよ、ほんと。多分あれだよ、大衆酒場で今頃珍味団で一緒に見ながら、ああ俺だったら3周はしてるね、ああって言ってるよ。余裕でバカっつって、あとよう頑張るよなあゲルゲ。全然意味わかんねえ。なあゲルゲって言ったらいいんだよ。いや3週ぐらい3万はするでしょう。すいませんっつって、痛くて歩けませんっつって、すいませんヘタレです、自分ヘタレです、痛くて歩けませんって。それ見たいな。頑張るよ。もう1時間何時間歩いてんだよ俺。代々木でダイヤとかもクソすぎるだろ。代々木と新宿一番近いかんね。代々木でリタイヤめっちゃ面白いね。こんだけ頑張ったのにクソフルボッコにされるでしょ。最悪でしょ。代々木でリタイヤとかヘタレ中のヘタレだよ。16時間やってる？ 16 時間やってる？ 9 時だから9時で12時、9時、あ、10、うん、16時間。16時間か。アホだな。16時間か。風船プレゼントありがとう。諦めるのも大事だぞ。どうだろうね。諦めるのね。諦めるの大事ね。諦めるの大事か。近ければ行くのに。近いじゃん。見ててくれんのも大事なことよ。誰が企画したとかそういうレベルじゃなくて、明日山の手回ろうかなーみたいなノリだよね。昨日のタイムシフト見たら笑うぜ。明日山の手やろうか迷ってんだけどどう思う？みたいな。やる？みたいな。まあなんかニーズがあったらやるわ。考えとくわ。おやすみとか言ってたよ。アホだよ。アホ。引くに引けなくなってんの。
そうでしょ。痛い痛い痛い。うっ。完全に不審者扱いじゃん。思いっきりダッシュされてんだけど。走りすぎでしょ。思いっきり不審者扱いじゃん。どこまで走るんだよ。追いつけねえから俺。お前のそのダッシュ力追いつけねえから。どんだけ不審者扱いなんだよ。腹立つわ。おい、走れない不審者なんだよ、こっちは。走れねえから不審者なんだよ。いや、ゾンビでしょ、完全に。腹立つわ。そう、ブスに限って知識がそうだかんね。ほんと腹立つわ。そう、女性占領車両、女性専用車両に乗ってるやつ、全員ブス。もう本当に女性占領車両本当ブス死ね。なんで明るくなんだよ。原宿の竹下口、ちょっと待ってね。渋谷がもうすぐだから、次の渋谷原宿だから、もうちょいかかる。ごめん、のんたん。ごめんね、ほんと。待たせてばっかりで。いや、これね、のんたん誘わなくて大正解だわ。のんたん、かしこ。のんたん、めっちゃええ子。原宿で待ってんだ。っていうか、俺本当にこれ言いたいんだけど、あのね、フェミニストに限って、あ、女性占領車両とか言ってるけど、本当にお前らが男女平等歌うんだったら、男性占領車両も作れ、ハゲ占領車両も作れ、脇が占領車両も作れ、キモータ専用車両も作れ、全部作れ、全部分けろ。きっちりやれ、本当の平等やりてんだったら。なんだそれ。もう勘違いすんなよ、ほんと。そんなの平等でも優しさでもなんでもねえわ。ブスの勘違いだからな。中途半端、ほんとに。それがいいと思ってるのに、もう日本人ぐちゃぐちゃだよ、ほんとに。ほんとに。俺こういうキャラだわ、もともと。そう思うだろう。冤罪をなくすために男性占領車両の方が必要だと思うんだよね。あと、地女占領車両と痴漢占領車両を作れば問題ねえから。だろ？女性占領車両を作るよりも、地所占領車両と痴漢占領、ニーズ、需要と供給を合わせればいいんだよ。バカが。俺だったらそうするわ。なんて平和な世界だ。それが一番早い。一個で済むわ。好きなだけやればいい。好きなだけ痴漢すればいい。すっごい狭いけどね、だけど。斜めが痛いんだって。ちょっと斜めに作るな道を。
このちょっとの斜めが本当に俺の今の足には効くんだって。ちょっとでも、ちょっとでも斜めだとマジきついから。え？どういうこと？わかんない。オーマイガーって言われたからどういうことってもう返したわ。一般市民だけども思いっきり突っ込んでやったわ。初めてやったわ。もう本気で突っ込んでやったわ。イライラしてたから。うん。オーマイガーって言われたから、どういうことって言っちゃったわ。思いっきり。キレッキレの突っ込みを一般市民にしてしまったわ。初めて。ゾンビだと思ったのかね。渋谷かな。渋谷駅長えな、おい。渋谷、原宿、代々木、新宿、もう近い近い。行ける行ける。渋谷から原宿近いもんね。行けるよね。セグウェイ？セグウェイあったら超楽なんだけど今。セグウェイ持ってんの？セグウェイめっちゃ欲しいんだけど今。渋谷新宿は近くなるね。楽だね。ターミナルの周りは駅の区間近いのがいい。品川例外。セグウェイはね、あれ公道走っちゃダメだね、本当は。でも新宿いっぱい歩いてるよ、ホスト。あの足だけのセグウェイで。あれ早いんだよな、意外と。手術のみだよ、本当は。でもね、新宿はね、ホストがバンバン走ってる。西新宿の方とか。なんか常にね、それで移動してるやつ3人ぐらいいるんだよね。アマゾンで売ってんのかな？痛いんだもん、だって。顔めっちゃ痛いんだもん。見れてたら手を挙げてください。持ってるけどすごい楽ね。早いもんね、あれ。ああ、見れてるか。ちょっとなんか止まったよね。いや、わかんない。パソコンがバグったっぽいね。渋谷、見れてない？みんな。みんな見れてない？あれ？古代だっけ？古代さんだっけ？他見れてない。帰りてー。
見れてる？あ、見れてる？あ、じゃあ続けます。絶好の帰るチャンスだったのに治っちゃった。残念です。治ったか。返さないよね。そんなに甘くないよね。これまさに返しませんよだよね。渋谷、原宿、次渋谷着いたよ。原宿行くよ。いやもう寝て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 、もう今ならまだ間に合うから。これ3時コースだから、下手したら4時になるから寝て。動画で見て見ればいいから、動画で見ればいいから、もう寝て。もう大した落ちとかないから。渋谷通過しました。マジいって。あ、これ内出血してんじゃん。いって。明日歯医者なんだ。ゴールが見たい。別に何もないぞ。本当に。何もないぞ。期待してるようなことは。もうただ痛い痛いっつって歩くだけだよ。ずーっと痛いもん。いや、どんなんか、いやまあ、どんなんか、ちょっとなんだここすげえな。おしゃれー。キャリーパミュパミュなの？パミュなのかな？せい。今更だよね。残り3駅でパーカーとか絶対手遅れだけど、いや超ありがたいよ。いや見るとかじゃないんだよね。もうか固まって動いてない感じだね。足が曲がらないんだよ。膝が、あと上がらないって言ったらいいのかな。だから引きずってる感じ。モンタン原宿で待ってんのか。渋谷って言えばよかったな。かわいそうなことしたな。あ、右足もよしゆきになってきたな。左足は完全によしゆきなんだけど、だから足は血まみれっていうか、もう指は2本しか残ってないと思ってるね。新宿でのんたんの俺の左足はもう完全によしゆきになったからね。両足よしゆきはトムでしょ、もう。
原宿まで遠いかな、これ。原宿まで遠いかな。アマゾンギフトな紙を。本当に変わんねえな、あの人は。恵比寿からは大体同じくらいの距離。マジか。結構遠いな。俺、この前、一個前の駅何だったっけ？この前が恵比寿か。あ、じゃあもう足がバカになってるから距離感がおかしくなってんだな。本当はこれ15分くらいで終わる道なんだよ、多分。それを40分とかかけてんだよ。いやね、倍のスピード遅いんだよ。3倍ぐらい遅いスピードでよちよち歩いてんだよ。今、光園のところじゃない？ここ。ああ、下りはやめろ、下りは。うん、下りはやめろ下りはやめろ。ああ、くだらないで。くだらないで。痛い。壊れた重さみたいになってるから。あ、痛い。くだらないで。痛いよ。自動、ああ、もう上りだよ。これどうしよう。一回休憩していい？痛い。これ、ノンタン、ごめん、もうちょい待ってて。これ、もうちょい待ってて。いや、もう、ノンタンにマジ悪いことしたな。ちょっと揉むわ。もう帰りたい。なんでこんなことやってんだよ。坂ばっかマジで最悪なんだけど。坂ばっかだな。でもこれ階段なんだけど、しかも陸橋渡るの俺。陸橋以外で渡る方法ないか。きつタバコ吸えない。もう吸ってもいいでしょ、ここ。そろそろさらい？いや、もういいよ。いや、のんたんに申し訳ないことした。結局な、一人じゃ生きていけないんだな。
明治通りなのかな、これ何通りなんだろう、突き当たったところの通りなんだけど、どうすればいいんだろう、これ何通りなのかな、恵比寿からまっすぐ線路沿い歩いて突き当たってぐちゃぐちゃっとしてんだけど、線路はちなみに右手、何が見える？ヒカリエかな。多分ヒカリエだと思う。ヒカリエが見える。ヒカリエですね。264。あ、246って書いてある。246だって。どうすればいいんだろう。いや坂ほんときついよ。246だって。マラソンのやつってこれをさ2時間ぐらいで走り切るんでしょ。2時間半で走り切るって頭おかしいな。化け物だよね。このスピード、この距離を2時間半で駆け抜けるんでしょ。すげえよな。そう考えるとアップがきついとか下り坂とかよくわかるね、言ってる意味が。坂のきつさよくわかるわ。コメント止まったな。放送見れてる。明治通りかどっかで左に行かないと。どっかで左？左？え、どういうこと？左？左に行くの？どうすればいいの ?246 渡っていいの？え、どうすればいいんだ？何左って。まっすぐじゃないの？行くか。待つ。お、OK、待つわ。246にぶつかったんだよ、今。246にぶつかったの。光雄は左。左前。左正面。そのまままっすぐで最短だから、上り坂。要はあれ、小線路沿いを歩くってことでしょ？線路沿いを歩くってことだよね。だよね。上り坂きついな。歩数増えるから最短で行く？いや、下りとかのさ、ちょっとでも下ったり上ったりのきつさの方が正直しんどい。ここ明治通り。ここってどこ？ノンタンは明治通りにいるんだ。ってことは、ノンタンに会うためには明治通り通らないといけないから、明治通りどこにあるんだろう。まっすぐ。じゃあ行くよ。一橋渡んないといけないんだよ。行こうか。ノンタンが待ってる。行きまーす。まずあの陸橋、え、違うの？あの陸橋渡るんだぜ。違うの？これ光家だよね。
どうすればいいんだろう。このガード下を、ガード下にぶつかったんだよ。そこの道から来て。そこの道から来たの。で、ぶつかったから左行くか右に行くかわかんない。そこから明治通り行けるから明治通りに行く。どうすればいいの？明治通りは。右行くの？左行くの？右左どっち？どうやって行くんだろう、明治通り。左かな。どっちだろう。コメント止まった。光栄の正面のとこなら左だけど、光栄ってこれだよね。光栄があれでしょ。光栄あれだよね。明治通りだ。とにかく行くわ。そのガードをくぐれば明治通り。右ってこと？右に行くってこと？どっちだろう。左じゃないの？光栄の方じゃない方に行くの？どうすりゃいいんだろう。どっちだろう。左に行っていいの？光栄を右に通るのが明治通り。光栄の方行くよ。じゃあ、わかんないから、光栄の方行くね。ていうかすげえな、ケツが筋肉痛だわ。線路の反対側。それでオッケー。陸橋渡ります。なんとかした行ったら、さっき言ってた回収。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。